はい、ピースケです。サクスペやっていきますということで、お知らせが来ました。免許の許可ですね。はい、6月10日から、スタートということで、もうすぐですね。はい、来るそうでございます。はい、パチパッパッって感じです。はい、最近月曜日お知らせ多いね。うん、って感じでございます。で、7月5日までなので、結構長めです。はい、まあこれ終わったらアスレかなって感じなので、まあ大体予想通りかなっていう感じだと思うんですけど、はい、結構楽しいです。まあ投手校かな。うん、まあカイドウも割とどっちもいけたかもしれないですけど、どっちかというとやっぱ投手校かなって思います。はい、でまああれかな、伊能くんと、かなでちゃんが別バーできて、かなでちゃんデッキ入れると金得増えますよみたいな、はい、感じになってます。で、伊能くんはタックがめちゃくちゃ強い、新しいテーブルですね。はい、になっております。金得2個もらえたかな。うん、な感じです。まあ、で、あと楽譜がいろいろ、まあ円卓以降なかったのかな、だったので、まあそれが一気に増えたりとか、結構楽譜が強くなってるかな。で、まあ序盤から割と経験点バンバン稼いでいけるような感じで、まあ楽譜取りながら、まあタイミング見てじゃとかわかんないけど、うん、まあタック来たらドカンみたいな、はい、楽譜を取りながら貯めてって、経験点集めつつ、いろいろ集めつつ、タックでドカンみたいな感じの、ここになっております。で、ラブッパーの発生率とか上がってたりとかもしてるんだね。はい、こんな感じです。で、ちょっと強化はね、あの事前に前の動画あるか分かんないんですけど、うん、まあ、ちょっとまあ木曜日ぶっつけになるかな。ちょっと俺も忘れちゃってて、いろいろ思い出しながらになるとは思うんですけど、うん、そのアプリの強化より、強化されてるのかとか、あの街道強化がね、あの金得増えたりとかしてたので、どうなるのか。まあでも元々結構多くなるけどね、奏ででも増えてるし、うん、いろいろ増えてはいるので、まあ、そのまま出る可能性も今回はあるのかなっていう気がしなくもないんですけど、はい、まあまあ楽しみにしていきましょう。で、招きが結構必要だったかなと思うので、うん、こんな感じかな。で、奏で入れて、あ、どんな感じだったかな。うん、なんか相棒とかじゃなくて、彼女キャラ、その奏ちゃん入れて、なんかあとどう編成していくかみたいな感じのやつだったと思うんですけど、はい、まあ、そんな感じです。で、今、パーチャレウィークやってて、ブーストで、ひじりが来ております。はい、感じです。で、称号ね、称号もらえたりとか、多分そっち狙いが多いと思うんですけど、まあ、あと強い人とね遊びたいとかっていう感じだと思います。はい、で、あと折り編ですね。折り編復刻で、しのぎくんが、まあ、割と早い段階で来てくれましたって感じになってます。で、 PSR が SR じゃなくて PSR が、出現率アップでございます。なぜ両方じゃないっていう、はい、感じでございます。あれ、これアンケートか。アンケートも毎週あるね。毎週あります。で、以上かな。そんな感じです。うん、でね、まあもうアスレ来ちゃうので、まあもうしょうがないんですけど、あの、やっぱね、エクストリームやりたかったなーっていうのがやっぱ心残りですね、私としては。エクストリームあれば、あの PG9 とか8とか、うん、ぐらいまで、上手い人は9とかね、まあ、もしかしたら PF ぐらいまで出てたかもしれないっていう、はい、いうところぐらい結構強いかあれだったんですけど、まあ、今だとね、まあ、なかなか7以上はあんま見たことないんだけど、ピッチャーは見たか、いたか、野手出てるのかな、まあ、もしかしたら全然出てるかもしれないですけど、7でも8、9は多分あんままだいなかったような気がするので、まあなんかアプリとかと比べるとやっぱエクストリームなかったのちょっとでかいなっていうようなのが
最近の心残りでございました以上でございます。まあしょうがないけどね、まあ、木曜日待ちながら、まあ、ちょっとね戦力あんま俺も作れてないので強化していけたらいいかなっていうふうに、はい、思います。ということでご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と、高評価の方よろしくお願いします。では皆さんピースの一日をお過ごしください。バイバイ。